皆さんこんにちは。2024年9月1日から東京で面白そうなイベントがスタートしました。東京アンテナショップ巡りというものなんですが、これを盛り上げるためにスタンプラリーもスタートしました。こんな感じで60カ所のアンテナショップが企画に参加しています。何回かに分けてなるべく多くのショップを紹介していこうと思いますが、今回は新橋駅周辺のこの3店舗をご紹介します。こちらは鳥取岡山新橋間です。鳥取といったら20世紀ですよね。ここ数年は香水や豊水などの新品種に押され気味ですが、私は20世紀の爽やかな酸味が大好きです。20世紀という名前もなんかレトロでいいですね。こちらは岡山のぶどうです。シャインマスカット、美味しそう。結構広い店舗です。ママカリ押し寿司、540円って安いですね。鳥取カレーコーナー、鳥取はカレールー消費量全国1位だそうです。こちらはラーメンですね。山珍の豚まん、読売新聞で紹介されたようです。カレイやノドグロなどの水産加工品です。種類が豊富で綺麗に真空パックされていて爽快ですね。産直野菜もあります。梨、ブルーベリー、白桃のジュース、美味しそう。ゼリーも果汁たっぷりって感じです。日本一老けない牛乳、塩バラ牛乳だそうです。練り物コーナー、いろいろなちくわが並んでいます。タイちくわ、なんか贅沢ですね。岡山名物鶏飯、エビ飯。大風呂敷は鳥取のお菓子でジャパンフードセレクション2023で金賞を受賞した餅菓子です。稲葉の白うさぎ、こちらはメディアで取り上げられたこともある濡れおはぎ。郷土菓子が並んでいます。箱売りではなくて1個売りというのはいいですね。これだったら1個ずつ買って帰って味見ができます。アンテナショップではこういう売り方がいいと思います。旅行で行ったのならお土産に箱入りのものを買いますが、東京で箱入りのものって必要ないですよね。東京にいながら各地の郷土菓子を味見しておけば、旅行で行った時にお土産選びの助けになりますね。きびだんご、これは私でも知っています。桃太郎がお腰につけてたやつですよね。岡山のお土産なんですね。豆腐、鶴の卵、これって東京バナナみたいですね。ポン菓子、ジャムは種類が豊富でどれも欲しくなります。これは美味しそう。冷蔵庫にはビールが並んでいます。お酒売り場も充実しています。らっきょうは鳥取の特産品なんですね。それにしてもらっきょう漬けの種類が豊富です。らっきょうディップ、おしゃれなものになっちゃってますね。ご当地カレーのコーナーです。小さい頃スパゲッティといったらこういうスパゲッティでした。
工芸品コーナー。着物も盛んなんですね。これなんだかわかりますか？これは畳べりというものだそうです。畳の縁につけるものですが、岡山は全国シェア 80% だそうです。美しい模様ですが、最近はこれでバッグなども作られています。次は2階に上がってみます。2階にはレストランが併設されています。桃手なし屋っていうんですね。そこそこ広いです。今日の日替わりは大山ハーブチキンのチリソース定食、紅ズワイガニ丼、豪華ですね。ランチメニューもいろいろ充実してますね。結局私は大山ハーブチキンのチリソース定食にしました。レストランの脇には観光案内所があります。観光案内のパンフレットがたくさん並んでいます。国内旅行に行くときにアンテナショップを使って情報収集するっていうのはいいですね。こちらは奈良まほろば館です。木立の中でおしゃれな佇まいですね。ものすごく広くて綺麗なお店です。干し柿に柿の葉寿司、奈良の郷土菓子が並んでいます。各お寺のお線香です。なんか奈良らしいですね。この辺りはお寺関係のものです。陶器です。綺麗なレイアウトですね。窯元がたくさんあるんですね。木の器って素敵ですね。奈良筆、空海が筆の製法を中国から持ち帰り奈良で製造されるようになったのが始まりだそうです。私も小さい頃書道をやってましたが、そんなこと知りませんでした。炭もあります。吉野物産フェア、吉野のくずが有名ですね。いろいろなバリエーションがあります。くず湯もいろいろなフレーバーがあるんですね。くず羊羹ってどういう感じなんでしょう。桜羊羹、栗羊羹、いいですね。美味しそう。こちらはアンテナショップ恒例のご当地カレーのコーナーです。なんだか由緒正しい感じのカレーですね。あ、奈良漬けって奈良の漬物だったんですね。当然といえば当然なのに今まで気づかず食べてました。いろんな種類があるんですね。私は飴色によく使った甘めのやつが好きです。三輪そうめんは有名ですね。私でも知ってます。美しいそうめんですね。お酒コーナーです。なんと奈良は清酒発祥の地なんです。室町時代に正略寺で作られた諸白という澄んだお酒が清酒の起源とされているそうです。果実酒も美味しそうです。
柿くず餅、想像しただけでよだれが出ます。奥の方にカフェバーが併設されています。こちらはあのハリオが作っている正倉院文様ガラスアクセサリーです。奈良公園の鹿をデザインした鹿みくじです。足袋や靴下があります。どうしてだろうと思ったら、奈良は靴下生産量が全国ナンバーワンなんだそうです。これは奈良の蚊帳生地を使った布製品です。奈良で誕生した綿の蚊帳生地は今では蚊帳以外の用途にも使われるようになったそうです。お皿を拭くのにはもったいないような布巾ですね。こんなスペースもあります。なんかすごいものまで販売してるんですね。奈良公園の鹿の角7,400円。どんな人が買うんでしょうね。奈良まほろば館、かなり面白かったです。こちらは加賀愛媛瀬戸内春菜館です。まず2階に上がってみます。瀬戸内料理の香り姫、うどんや鯛めしなどがあるようです。観光案内所にペッパーくんがいます。こんにちは。こんにちは、ペッパーです。愛媛と香川のことなら僕にお任せください。ありがとう。2階は工芸品と雑貨のコーナーなんですね。愛媛には今治市があるのでタオルが有名ですね。とにかく乾きやすいタオルだそうです。こちらは愛媛県今治市のゆるキャラ、バリーさんです。今治のタオルって本当に上質で気持ちがいいですよね。お友達に赤ちゃんが生まれたら送りたい感じのタオルです。こちらは愛媛のゆるキャラ、みきゃんです。こちらは香川県のゆるキャラ、やわらかうどんの。愛媛の砥部焼きは割れにくいのが特徴だそうです。では1階に行ってみます。愛媛といったらみかんですよね。香川といったらさぬきうどんですね。一口にさぬきうどんといってもいろいろありますね。生の麺もあります。さぬきうどんのいろいろなメニューが紹介されています。カルボナーラまでありますね。小豆島といったらオリーブですね。その昔うちの愚足が小豆島のことを自信を持って小豆島と呼んでいたのをふと思い出しました。美味しそうなパスタソースですね。こちらはアンテナショップ恒例のご当地カレーのコーナーです。どこの県も頑張ってますよね。香川県の伊吹島は全国でも有数のいりこの産地です。今月の隠れた一品コーナー、黄金干し芋。秋はお芋の季節ですね。冷蔵庫の中は圧倒的にオレンジ色のものが多いです。私の大好きな瀬戸内レモンイカ店。お酒コーナーはどこのアンテナショップでも充実してますね。伊予の味噌は麦味噌の中でも麹具合が高くまろやかな甘みがあるそうです。このだし醤油、すごく美味しいやつです。よく友達にもらって何度も使ったことがあります。
ドレッシングはお手頃価格なのにどれも美味しそうです。ジャムも色が美しいですね。ポエムって愛媛のお菓子だったんですね。私はずっと関東なんですが、なぜか小さい頃よく食べた記憶があります。道後温泉炭酸せんべい、温泉味なんでしょうか。アンテナショップ巡りはまだまだ続きますが、今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねをお願いします。さようなら。